いちこです。今日は2021年3月19日、金曜日です。高松の天気は晴れで、夕方から曇りとのことです。午後用事があり、自転車で少し走りました。いつもの場所のソメイヨシノの状態も見てきましたが、まだつぼみで、来週頃に咲き始めるのかと思います。今頃の時期に咲いている高松市の郊外の花木を少しですが紹介します。花の記事を読み上げている時によく緑皮の言葉が出ますが、緑皮の意味を初めて知りました。今でも見かけますが、田んぼや畑一面にレンゲソウ、菜の花、ひまわり、コスモスとか植えられていましたが、あれは肥料の代わりにもなるんですね。今頃になってわかりました。そこで緑皮についていつものようにウィキペディア記事を読み上げます。読み上げ時に誤読があるかもしれませんがご容赦願います。わからない部分は動画にはめ込みます。ではどうぞ。緑皮、出典フリー百科事典ウィキペディアより。この記事のほとんどまたはすべてが唯一の出典にのみ基づいています。他の出典の追加も行い、記事の正確性、中立性、信頼性の向上にご協力ください。2020年3月、緑皮とは、新鮮な緑色植物をそのまま田畑にすき込んで肥料とすること。これに用いられる植物は、緑皮作物という。背景、戦後、硫酸、硫酸アンモニウム尿素など、安価な化学肥料が大量生産されるまでは、窒素肥料になるものは貴重品で、人間の糞尿、取れすぎた魚や食用にならない海藻、ホンダワラ、サーガッサムフルベラムなどとともに肥料としてよく利用されていた。緑皮には豆科ファベー性の植物が使われることが多いが、これは以下のようなメリットがあるためである。窒素固定をする。耐寒性があるものが多く、秋から育てて春にすき込める。根が長いものが多く、普通作物が利用できない深さの養分も集められる。すき込まれてから分解しきるまでが早い。豆科植物の栽培で土地の通気性や排水性が良くなる。効果、土の構造が良くなることで水はけ、保水力などが高まる。豆科の植物は、共生する菌による窒素固定が可能なため、後に栽培する作物に摂取する窒素肥料を減らすことができる。有機物が増加することで、土壌中の微生物の繁殖が促進される。土壌中の微生物間のバランスが良くなり、病害虫の発生を防ぐ。施設野菜土壌の塩類濃度を下げる。マリーゴールド、テージュトなどの植物は、線虫に対する防御効果があり、栽培しておくことで、後に栽培する作物の線虫被害を抑えることができる。土中で分解される際に有害な有機酸を出す。このため、植え付け前に石灰を施肥して中和するか、排水を良くして有機酸の分解を早める必要がある。緑皮作物。緑皮として、栽培される例として、次の植物がある。豆科、ファベー性稲科、ポー性の植物が多く見受けられるが、雑草を利用することもある。以上で、この読み上げは終了いたします。
はい、ここで窒素固定という難しい言葉が出ましたので少し調べました。読み上げます。窒素固定、出典フリー百科事典ウィキペディアより。窒素固定とは、空気中に多量に存在する安定な不活性窒素分子を反応性の高い他の窒素化合物、アンモニア、硝酸塩、二酸化窒素などに変換するプロセスを言う。自然界での窒素固定は、いくつかの新生細菌、細菌、放線菌、卵巣、ある種の嫌気性細菌などと一部の古細菌、メタン菌などによって行われる。これらの微生物には、種特異的に他の植物や動物、シロアリなどと共生関係を形成しているものもある。また、雷の放電や紫外線や内燃機関での燃焼により、窒素ガスの酸化によって窒素酸化物が生成され、これらが雨水に溶けることで土壌に固定される。これとは逆に、窒素化合物を分子状窒素として大気中へ放散させる作用、または工程は脱窒と呼ばれ、窒素固定と合わさることで窒素循環が成立している。また、アンモニア合成を代表として、人工的に窒素分子を他の窒素化合物に変換する手法もいくつか開発されており、工業的に非常に重要な位置を占めている。生物学的窒素固定。ある種の細菌が持っている酵素のニトロゲナーゼは、大気中の窒素をアンモニアに変換する働きを持ち、この作用を生物学的窒素固定と言い、窒素固定を行う微生物を、ジアゾ栄養生物、ダイアゾトロフという。以下途中省略します。以上で、この読み上げは終了いたします。はい、いかがだったでしょうか。冬から春にかけてのたくましい花を見ることと名前を覚えてきました。私はすぐに忘れるでしょうが、少しでも花を覚えることができました。あまりにも種類が多いので、すべては絶対無理ですが、身近な花だけでもと思っています。今頃になって
自然の大切さが分かり出してきました。しかし、桜も人間もいろいろな種類を掛け合わせて多くの品種を作るのもどうなのかなと考えます。それでなくても覚えきれません。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。